中学受験のリスタート、たかしです。今日は一問解説、上国の問題を持ってきました。教材は概要欄に貼り付けてあります。使ってみてください。じゃあ、始めるよ。こんな問題です。全体は台形です。AD と BC が平行。そして CA、CB、CD の長さが全部等しいときに R の角度を求めてくださいっていうことです。さあ、これ、3つの辺が等しいっていうのがポイント。で、同じ長さの辺が出てくると、二等辺三角形を使うっていう定番のパターンです。で、二等辺三角形全部ちゃんと見つけれるかな？ここ等しいから、これ二等辺三角形だよね。AC と BC も等しいから、これ二等辺三角形。で、もう一つあるからね。もちろん、これも二等辺三角形です。これを使いこなしていくのがポイントです。さあ、じゃあ問題解いてみようか。もちろん必ず使うのは、この102度。ここがヒントになってるわけ。でも、この使い方がなかなか難しいよね。ま、いろいろやり方はあるんだけど、先生は、この上の三角形に注目しました。すると、102度っていうのは、この丸の角度と、この黒丸の角度の合計になります。外角っていうことになるよね。で、この白丸足す黒丸が102度なんだけど、この白丸と黒丸について考えていきます。そうするとね、例えばここ黒丸でしょ？すると平行線だから三角でこっちも黒丸だよね。で、ここで二等辺三角形が登場です。これ二等辺三角形だったから、こっちも黒丸になるよね。底角が等しいっていうことです。すると次は、これが二等辺三角形だったわけだから、黒丸二つが実は白丸一つと同じ角度っていうことになります。ということは、この102度っていうのは白丸一つが黒丸二つと一緒だから、黒丸三つ分っていうことがわかる。102÷3で黒丸一つが34度っていうふうになるわけ。で、ここまで来たらあとはできるはず。もう一個使ってない二等辺三角形あったよね。これが二等辺三角形だったんでしょ？すると、平行線の三角で、ここが黒丸二つ、つまり68度っていうことになる。これがこの二等辺三角形の頂角に当たるわけだから、底角は180から68を引いて2で割ります。そこから黒丸一つを引けば、あ、22度っていうことがわかるわけだ。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。Thank you.